まありました平成27年12月17日たくさんのお客さんが詰めかけておりますグランドプリンスホテル新高輪いよいよやってまいりました年末です、12月17日もう競輪グランプリまであとあとあと2週間切ってますよ。 やってきましたもう選手の皆さんもね本当にねここからが勝負気合いもかなり入っていると思うんですけれどもその選手たちがどんなどんな話を聞かせてくれるのか楽しみですねどうなるのかもうワクワクですね、ドキドキですねはい私、足元がですねそのワクワクドキドキを皆さんにお伝えするべくインタビューを行ってまいりたいと思いますのでどんなインタビューになるのかご期待ください。 ではウエツ s go! やっぱり慶応か競輪場師匠が引退したレース場なのでなんか深い因縁を感じますはい、えー、では園田匠選手にお話を伺います、えー、今回初のグランプリということになりましたまずは今のお気持ちから教えてくださいそうですねとても楽しみです楽しみドキドキする不安感みたいなのは大丈夫ですか それは全くありませんそ、はい、園田選手は今年はタイトル取ってのグランプリということなんですけれども今年1年は振り返ってどんな1年でしたかまあそうですねとても一番苦労した1年だと思います苦労したどの辺が特に苦労されました、ね、やっぱり、まあ、取ってから、まあ、たくさんの人に、まあ、たくさんの期待をいただいたけどあの成績を裏切っていたのでとても心苦しかったです <laughs> やっぱりこう注目度っていうのがタイトル取るとやっぱ ガラッと変わってくるっていう部分はご自身でも意識されるところでしたか。そうです、ね。まあ競輪を知らないファンの方にもあの新聞を見たよとかあのいろんなところで言われるんで、もう <laughs> 全くの180度変わりました。どんな風にグランプリを戦うのかっていう青写真はもう園田選手の頭の中には出来上がってますか。そうですね。もう自分の体が反応するようにしっかり練習してるんで、まあちゃんとしてあの体が反応してくれると思います。感性を信じて。 そうですねそれが持ち味なんではい。はい、じゃあもう走る前まではもういろいろああでもないこうでもないっていう風に考えることはもう園田選手は基本ないというようなそんな感じですかそうですねいつも何も考えずに走ってるんではい。グランプリも同じだと思いますあとはもう園田選手はレース走る前のその気合の入り方っていうのがもう全身から伝わってくるんですけれどもあれだけこうスイッチがゴロッと変わるっていうのはあれ どどういうううい部分でででなってるんすすかそうですねやっぱりのスイッチを切り替えないとやっぱり脚力では負けているので気持ちだけは負けないようにと思ってて集中してます、えー、そして、まあ、今もお話しいただいたんで、ねあので、ーまあ、大体、園田選手ととこういう選手だというのは分かると思うんですけれどもただ、この競輪グランプリというと競輪をあまり見たことない方も目にする機会というのが多いと思うんですけれどもそういう方のために園田匠選手というのはこういうところを見るんだ。 こういうところを見せたい、そういうのがありましたらお願いしますそうですね、もう自由無人に走り回るところ見てもらいたいと思いますでは最後に皆さんにメッセージをお願いします,す、ね、グランプリ取れるように頑張ります、応援してくださいグランプリ、えー、年末の、えー、大切なレースですのでしっかり、えー、山崎さんとワンツー決められるように全力で、えー、ペダルを踏み込みたいと思います はい、えー、それでは日泰雄大選手にお話を伺います。えー、今年はダービー取ってオールサ取って最高の一年だったと思うんですけれども振り返っていかがですか。はい、あのー、本当に、えー、今年一年間、えー、もう本当に G1 だけではなくてですね他の記念であったりとか F1 であったりとかいろんなレースを走って一、えー、年間統括して言うと本当に一着にこだわり続けた苦しい戦いでもあったかなと思ってます。 やっぱり1着、人気することも多いですしねねそその辺もありますすかそうです、ね、あの本当に、えー、ファンの皆様に、えー、何か貢献できることっていうのはやはり車検だと思いますのでその部分では、まあ、4着、5着取るよりは1着取ることが一番の、えー、貢献できることかなと思いまして、まあ、皆さんに喜んでいただくためにもう日々、骨を削るような肉を削るような思いでですね全力で頑張ってまいりました。 骨を削るような肉を削るようなってももうこれもう並大抵の努力じゃないと思うんですけれどもその海外の選手といろいろコミュニケーションを取ったりとかする中で得るものっていうのもたくさんあると思うんですけれども具体的にどういう部分で刺激を受けてますすやはりですねあのー、僕が目指している部分っていうのは日本の競輪での、えー、一番の座っていうのはもちろんなんですけど世界で一番を目指しているので。 そうなるとやはり世界で一番の選手たちと交流することが一番近いんじゃないかなと思ってましてでその一番になっている選手たちがですね日本の競輪をですねよく見ていて研究していてでその日本の競輪から学んだことが世界一につながったと言ってくれる選手もいましてですねそういう人たちが何を学んで世界一になったのかっていうのを逆に僕がフィードバックをしてですね今度はえ世界から日本へ。 何がいいのかっていうのを学ぶそして、えー、結果として出すっていうことが、えー、できるのが僕なのかなと思ってます競輪のなんか逆輸入みたいな感じですね <laughs> そうですねあの関税だけかかんないです関税かかんないからそうですよ <laughs> 最高ですよ最高ですねはい、はい、じゃあもう国内だけではなくって世界に向けてグランプリ走ることによって発信するって思いなんですねそうですねあの,ーまああの 今ナショナルチームではかなりこう活躍している選手が多いんですけど、その中でも、えー、まあ日本の競輪っていうものが世界に通じるような通ずるっていうものを証明できるような選手になれるようにですね、12月30日グランプリをしっかり走り切りたいと思います。はい、ぜひレースを見せてください。ありがとうございました。どうもありがとうございます。えー、また今年も、えー、この場に来れて、えー、どうも嬉しいです。 しっかり自分の競争をして、えー、一着取れるように頑張ります応援よろしくお願いしますはいでは神山雄一郎選手にお話を伺いますさあ今年もこのグランプリの季節がやってまいりました今のお気持ちから教えてくださいそうですねまあこの舞台に来られてあのとても嬉しいですいやもういろんな方に聞かれると思うんですけれども47歳 このトップの中のトップで戦うその原動力っていうのはどこにあるんですかいや、まあ、年を忘れることじゃないですかね、じゃあ、はい。忘れるのがまず一番。はいはい、言われても、もう気持ちも体も何十代ぐらいで、うん、30代ぐらい。そうですね、はい、そのつもりで。はいはい、いや、そしてもう、これもね、もう何度も何度も言われてうんざりすると思うんですけれども、このグランプリっていう、この開催に。 かける思いというのをちょっと改めて教えていただけますか。そうですね。あの回数は重ねてるんですけど、あの優勝とかはしてないんで、ね、やっぱり一回ぐらいねあの優勝して、えー、終わりたいなっていう気はしますよね。はい。そしてまあ関東の二人心強い仲間もいつも通りいますしね。そうですね。あのまあ二人が競輪界で本当に強い二人なんで、はい。 そこについていくのが大変なんですけどなんとかついてって、えー、チャンスがあるとあれば、はい、頑張りたいです、はい、ただね、ねまあ神山選手まあ、ちょっとさっきの話を蒸し返すようであれですけれどももしグランプリここで取るっていうことになると私、個人的には神山選手の男泣きっていうのがあるんじゃないかななんて思うんですけどもその辺どうですかあると思います。<laughs> 期待している方多いと思いますよそうですねそうなりたいですね、はい、はい。では最後になりました皆さんにメッセージお願いしますはい、えー、いつも通り、えー、自分のレースをしっかりして、えー、ゴール前1、えー、着通過できるように頑張ります応援してください、はいえー、初めてのグランプリの舞台ですけども、えー、悔いのない走りができるように、えー、力いっぱい頑張りたいと思います ははい、えー、では稲垣博之選手にお話を伺いますまずは初の k 輪グランプリということになりました今のお気持ちから教えてください,い、あのー、素直に嬉しい気持ちと、あのー、すごく責任の重さを感じているところです、はい、まあ本当に稲垣選手、まあ、悔しい思い過去を何度もしてきたと思います近畿の仲間がこの年末の舞台を走るのも見てきたと思うんですけれども 今回、自分が走るっていうことによって気するものっていうのはもものすすすごくあると思ううんででけれどもそうですねやっぱりあのー、この場に立ちたいってずっと思って、あのー、走ってましたし、あのー、特に去年、地元地区のね岸和田でグランプリっていうやっぱりあの場に絶対立つっていう気持ちで自分も去年、走ってましたしままあそそれが、まあその走れなかった悔しさが、まあ、今年バネにもなりましたし。あのー まあ今までのこともその失敗も成功もあの今にきているのかなと思ってますあの今年、岸和田の高松宮記念杯の決勝の時に最終ホームを過ぎた時にものすごい声援だったんですよ稲垣選手へのそういう,こうファンの皆さんの思いっていうのを感じている部分もあると思うんですけれどもその辺、どうですかそうですねあの本当に声援の多さは 嬉しいですしでもそのせいにやっぱりこう答えきれてない部分があるんでねそこは本当に申し訳ないなっていう気持ちがあります、はい、そして、まあ、グランプリ、ねえー、稲垣選手もちろんなんですけれども競輪をこう初めて見るという方も注目するレースだと思うんですけれども稲垣選手のこんなところを見てほしい初めて見る方にこんなところをアピールしたいそういう部分あったら教えてください。 そうですね、あのーまあ、あいつ、力を出し切ったなと、あのー、皆さんに言ってもらえるような、はいあのーまあ、自分も含めてやっぱり悔いのないレースをしたいですし、あのー、初めて見られる方にも稲垣、頑張ったなと言ってもらえるような走りをしたいなと思ってます全力でゴールラインを駆け抜けるという,うですねやっぱりこういう大舞台で力を出し切るということも あのー、やっぱり難しいことだと思うんで、あのー、まずはそこに専念していきたいなと思ってます。はい、では、最後になりました。皆さんへのメッセージお願いします。はい、あのー、初めてのグランプリの舞台でえー、悔いのないレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。えー、グランプリ出場できて本当に嬉しく思います。あのー、精一杯自分の力を発揮して頑張りたいと思います。 はいえー、では武田敏樹選手にお話を伺います、えー、今年はグランプリレーサーとして1年タイトル2つ取りましたどんな1年でですすかいやそうですねあのタイトル取ったとっいってもねあのやっぱり先頭では取っていませんし、まあ、ラインに本当に感謝する年だったなと思いますまあそういう意味では本当にあの武田選手、関東、まあ、若い選手がどんどん育ってきてますし刺激になる部分もあるんじゃないですか。まあ刺激っていうよりも やっぱり、ね、その仲間に一緒にいたいなと思うし役割することが決まってきますからその役割を果たせるように、ね、あの毎日過ごしてますけどやっぱり武田選手の走り今のお話を伺っていてもその自力に対するこだわりというのはものすごくやっぱり強いように思ううんでですすけれどもそうですね、あのー、やっぱり、ね、あの今年も番手戦があの増えて。 あの与えられた番組の中で力を発揮してきたんですけどあのやっぱり自力の練習しかしていませんしあのこだわりはないんですけどやっぱりこう走る喜びっていうのはありますよね練習する喜びだったり、はい、グランプリレーサーとして一番車を背負い続けた1年間というのはどんな1年でしたかいや初めての経験だったんですけどあのすごくプレッシャーも感じたし <laughs> もう長い 1年間だったですねあと、あ今年は慶応閣のグランプリお客さんもたくさん入りますし独特の空気感の中でのレースだと思うんですけれどもそそのあたりについてはどうですかそうでですすかね昨年はね、あのー、岸和田の方であですごくいいグランプリ走れたしあの今年も、ね、それはあの関東に来ましたから、まあ、自分の持っている力を、ね、発揮できるように頑張りたいですね。 2年連続の頂点を目指して、では最後に皆さんに一言お願いします。えー、あの体調く崩さないようにあの本番向かいたいと思います。応援よろしくお願いします、えー。なんとか今年もグランプリに出ることができました。えー、恥をかかないレースをしっかりしたいと思ってます。 はいえー、それでは浅井選手にお話を伺います、えー、今年も1年本当に安定した成績を残されてのグランプリですけれども1年振り返っていかがですかそうですすかそうね本当に、えー、今年は安定して走れたというところはあるんですけが、まあ、松坂記念で腰を痛めたのが、えー、きっかけで、まあ、自分との体の具合を確かめながら、えー、調整もできるようになったので。 その怪我もすごいいい風に、えー、なったのかなというところは今年前半ぐらいのそのコンディションではもう年末の一番には臨めるっていうそそんな感じですかそうですすかうね今は自分の体がすごい分かっているのでしっかり修正もできるし調子が悪くなっても修正、修正できるので、まあ、あとはグランプリの過ごし方をどういう風にするかぐらいですね自分の体とそうやってこう,うまく対話できるようになってきたっていうのはこれ。 何かかかか理由といいうかきっかけみたいなのあるんですかそうですね、その今、勉強してて筋肉をどういう風に使うかっていうところとあとは誰に人に教え方とかトレーニングの方,方法とかも教えてるんですけど、まあ、それをやることによって自分の体がすごい筋肉がこうやって勝手に動くよみたいなっていうのが分かるので、まあ、修正方法はすごいと思います、すすごいいしか言えなでそれ以上は企業秘密で。そうですね そして、まあ、今回のグランプリですけれども、まあ、今までだと深谷選手や金子選手チューブの仲間がいました今回はチューブ1人でのグランプリということになるんですけれどども、そそのあたりはううですかそうですすかね、やっぱり一緒に出たいという気持ちはあったんですけどやっぱり自分がチューブ1人になったので、まあ、今年は自力で、えー、しっかり自由自在に走りたいという,ふうには思ってますいいところを見せて優勝すると柳友里奈さんが。 待ってると思うんですけれどもどうですかやっぱりね僕綺麗な女性は苦手なのでちょっと緊張しますねそこは表彰式緊張しちゃう多分そうですねはい僕ぐらいの方がいいですかちょうどいいですね <laughs> なんかあんま褒められてる感じしないんですけどねはい。ただもう本当にいい状態でいいコンディションで臨めるということでまあ、あとねあの競輪グランプリっていうと、まあ、普段競輪のレースを見たことがないっていう方もレースを見る 触れれるる機会ってていううのは出てくると思うんですけれども競輪って分かんないんだよな見たことないんだよなっていう方に浅井選手の魅力ここを見てくれっていうのがあったらちょっと教ええてもらえますかまあ競輪っていうか、まあ、自分のレースは、えー、ラインとか関係なく、まあ、自由自在に本当に1着を狙ったレースをするので、まあ、9番手に置かれても中突っ込むし外を行くしっていう風に、まあ、自分はどこからでも来るというところを見てほしいですね。はい、はい で最後になりました皆さんにメッセージをお願いします、えー、今年グランプリ最後、えー、一番いいレースをします応援お願いします、えー、2月の G1 で通れたんでせっかくなんでグランプリもしっかり頑張りたいと思いますはい、えー、それでは山崎義人選手にお話を伺います、えー、今年は全日本選抜を取ってグランプリ一番乗りを決めました、えー、そこからどんなシーズンでしたか そうですね、まあ、ギア規制もあって全日本も取れたんですけど、まあ、取った時点でちょっと試行錯誤の段階でそこから慣れてきて、まあ、力落ちている中では今年は結構安定したかなと思います、はい、でも元祖、大木屋の山崎選手からするとそのギア規制というのはまあ向かい風になるのかなという,ふうに思っていた方多かったと思うんですけれどもそんな中でいきなり結果がポーンと出たというのはどうですかまあ自分でも不思議だったんですけど、まあ、意外と。 そのギア付近が合ってたのかなと思います。はい。じゃあまあ引き続きいい状態がキープできているっていうようなそんな感じですかね。まあ体調自体も悪くないし、はい。そうですね。はい。そしてまあ山崎選手っていうとまあ最近ちょっとやっぱ後ろにつける競争っていうのも増えてきたと思うんですけれども、そのあたりについてはどうですか。そこが問題なんですけど、やっぱり自分の場合ダッシュがないんで、まどっちかと,いうと今までトップスピードで ダッシュを避けてトップスピードで勝負してきたタイプなんで、まあ、その兼ね合いいが難しいですね、はい、まあご自身に伺うのもあれなんですけれどもそういう大一番で結果を出す秘訣っていうのは何かかあるんですかいや人それぞれだと思うんですけど、まあ、僕の場合は、まあ、平常よく言う平常心っていうんですかね、まあ、自分の練習したことを思い浮かべて、まあ、それ通りにできればなっていうだけで走ってるだけですね。はい、じゃああもうあまり気負わずその 緊張感みたいなのもそれほど感じることなく望めるっていうところですかまあ勝負、そうですね、もう、発送機に立ったら、そういうい感じになりますね。はい、そして、競、まあ、輪グランプリっていうと、ふ、まあ、普段競輪のレースを見ない方も、目にする機会が多い大きな大会だと思うんですけれども、競輪を見たことがないっていう方に、山崎選手の走りっていうのをアピールするとしたら、どういうところを見てもらいたいですか そうですね、まあ、自力だったらトップスピードって言いたいんですけどもまあ人の代なんでまあしっかりニッ君についてってそのかわすとこですかねはい。かわす自身は 2>, 2割しかないです <laughs> はいもうちょっとじゃああと2週間で上げていくっていう感じでいいですかそうですねせめて5割になれるように頑張ります、はい、はい。では最後になりました皆さんにメッセージお願いします、えー、ニッタ君の後ろから正気を見出して頑張りますお湯の方よろしくお願いします 今年は本当にあの怪我で、年末はまあ、ちょっと厳しいかなっていうふうに自分で思った時もあったので。まあ、正直、今ここにいるのも嬉しいですね。最後まで諦めない走りで、優勝を目指して、と思います。はい、えー、では平原康太選手にお話を伺います。今年も、この舞台に戻ってまいりました。今のお気持ちから教えてください。そうですね。あの、毎年、これが最後っていう気持ちでやっているので、まあ、本当に嬉しいですね。 去年はまあ競輪祭を取って決めましたこ、まあ、今年はある程度、ちょっと違う状況だと思うんですけれどどもそそのありううでですすかね,そうですねあの前半はあ,のある程度、賞金でも上位にいたのでなんとか頑張れそうな気がしたんですけどあの夏場にちょっと練習中に大怪我してしまってちょっと今年はちょっと厳しいかもしれないなとうう思った時期もあったのであのまあ最終的にあのここにいることが本当に幸せですね。 今ね平原選手見てると本当にあの審議対ものすごくバランスが取れていい状態なんじゃないかなという,ふうに思うんですけれどもどうですか、ねそのあたりご自身では意識する部分はしていないですけど、あのー、実際はもうバクバククで走ってますよそうなんですかそんな自信持ってあのレース挑んだことはないので、はい、やっぱりこのグランプリのタイトルっていうのはね、まあ、みんながみんな欲しいと思うんですけれども。 平原選手のその気持ちっていうのはどうですか。まあ今年はあのそのダービーが慶応閣でまああのビサであの日立君にあの敗れたっていうまあそういう経験があるあるのであのもっともっと強くなるんのかなっていうふうに思えたし、まあそれをやっぱり同じ舞台であの慶応閣っていう舞台であのまあ同じようなあのやっぱり強いメンバーとあのまた走れるのがあの楽しみですね。はい、じゃあもう。 それほど気負うことなく望めるっていう部分もありますかね？今はそうなんですけど、やっぱしあのーね、特別選手紹介あたりから、あのー、バンクの方に出るとやっぱそうもいかなくなってしまうんですよね。平原選手ぐらい場ず踏んでてもそうなるもんなんですね。いや、もう去年は本当に鳥肌立ちますかね。<laughs> はい、やっぱお客さんの数とか完成とか、そのちょっと夜暗くなってくる雰囲気とか。 いややっぱそういうあの空気であのそう気持ちが入りますね。はい。さあそれでは最後になりました。皆さんにメッセージお願いします。そうですねあのまずはあの関東三人であのいい走りを見せるっていうことはまあ前提なんですけどあの最終的にあの優勝を目指してあの精一杯頑張ります。お援してうださい。ええー、まあなんとか九番手で、えー、グランプに出場できて本当にあの光栄だと思います。ええー、本番も全力で。 頑張ります。よろしくお願いします。はい、えー、では村上義弘選手にお話を伺います。えー、まず今年は一年、まあ本当にあのうよ曲折ある中でのグランプリだと思うんですけれども、振り返っていかがですかそうですね、本当に苦しい一年でした、自分にとっては。はい、苦しかったっていうのは、そのあたりやっぱり自分の走りの部分で,ですか そうですねあのちょっとコンディショニングもあの1年間通じてうまくいかなかったなという感じでしたね、はい、稲垣選手と一緒のグランプリっていうのは初めてですけれどもそその辺どうですかそうですすかねあの昔から本当にあの近畿の先輩たちまた後輩たちと一緒にグランプリ何度も走れてどういうふうに稲垣選手と戦うかっていうのはもう青写真はできていると思うんですけれどもその辺りどうですか そうですね、まあ、お互いがしっかり力を出し切って優勝を目指して頑張れ,ればと思います、はい、そして、競、まあ、輪グランプリというとふ、まあ、普段競輪のレースを見ない方も目にする機会のある大きな大きなレースだと思うんですけれども競輪を知らない人にとって村上義弘選手のここを見てほしいこういうところを見せたいそういうのはありますかそううですねもう本当にもう ま、エネルギーの一滴まで出す姿まあ、そこにやっぱりあの、ね、見てる方も何か感じてもらえればと思います。はい。では、最後になりました。皆さんにメッセージをお願いします。全力を出し切って優勝目指し頑張ります。よろしくお願いします。